脳の感情断面。大脳皮質白質開白質とは、中枢神経系の神経組織のうち、神経細胞の細胞体が存在している部位のこと。これに対し、神経細胞体がなく、有水神経繊維ばかりの部位を白質と呼ぶ。中枢神経系の神経組織は、神経細胞とグリア細胞とによって構成されている。グリア細胞は、 どの部位にも普遍的に存在している。一方、神経細胞に関しては、神経細胞体から伸びて張り巡らされている神経。繊維は、どこでも普遍的に存在するものの、神経細胞体そのものが存在する部位は限られて、おり、特定の部位に固まって存在する傾向がある。この部位を、開発質と総称する。神経細胞体の集まり方は、 場所によって異なっているので、開発室の形も様々である。例えば、大脳や小脳ではその表面を薄く覆うように存在している。これら皮質では、神経細胞体は、創構造をなして並んでいる。一方、肝脳、脳幹、脊髄などでは、その表面には、開発室は存在せず、内部に神経細胞体が、 多数の島上に分かれた開白質の塊を作る。これら一つ一つの塊を神経核と呼ぶ。神経核は一つ一つに固有の名称が存在し、特定の機能に関与している神経細胞が集まって存在する部位である。開白質、白質の名前の由来は、新鮮な脳組織の断面を肉眼的に観察した時、 白質は明るく光るような白色をしているのに対し、灰白質は白質よりも色が濃く、灰色がかって見えることによる。これは、有水神経繊維のミエリン症の主成分として、大量に存在しているコレステロールやミエリンが白い色をしているためで、白質には灰白質に比べて有水神経繊維が多いからと考えられている。なお、脳にコレステロールが多く含まれるのは、 神経細胞から伸びたコレステロールで覆われたミエリン症によるものであり、神経繊維の絶縁性とミエリン症の切れ目からのジャンプにより信号伝達を高めているものである。AAB コレステロールの体内での働きはよくある質問。ありがとうございます。